ついに決勝トーナメントが始まり、4年前の雪辱を果たしたひかつくジャパン、そして次の対戦相手はサッカー大国ブラジル。世界最高峰への挑戦、まだ見たことのない世界へひかつくジャパンが踏み出します。皆さんどうもこんにちは、ひかくです。本日はビアジャーチロシアワールドカップへの挑戦やっていきたいなと思っております。前回の動画もたくさんの方見ていただいてありがとうございました。コメントもですねすげーたくさんいただいて、こんな感じで、あとそうプレミア公開もして、あのプレミア公開でも盛り上げていただいてありがとうございました。おそらくね、あの今回もプレミア公開していると思うんですけど、いやあのね大勝したじゃないですか。であの裏には僕結構裏で練習したんですよ。っていうのもね、今回一発撮りで企画負けたら即終了だったので、いや練習した結果対象しちゃうっていう、ちょっと気まずい展開になって、で、コメント欄でもね、あの、難易度上げてほしいとか、もうちょいヒリヒリ感が欲しいってコメントありましたので、わかったよ。わかったけど、その代わり、もうブラジル戦で負ける可能性かなり高まったからね、これ上げていきましょう、難易度。で、このコメント採用しようかなと思ってて、一回勝つごとに難易度一つ上げようかなと思って、はい、今回ブラジルをワールドクラスでやって、もし勝ったら、レジェンドでいきましょう。その後はもうレジェンド固定で、はい、そんな感じでやっていきたいなと思っております。まああのね、ワールドクラス日本対ブラジルじゃなくて普通に全然違うチームで練習したんですけど、めっちゃ難かったわあのね、4試合に1回か5試合に1回勝てるかぐらいのレベルなので、そこにさらに日本対ブラジルのね、あのチームパワーの差が加わると思うとかなりやばいんじゃないかなと思います。まあでもね、あのみんなの言う通りヒリヒリした試合っていうのもすごく大事だと思いますので、はい、これでやっていきたいなと思います。それでは行きましょうか。プレミア公開の皆さん見てますか？たくさんチャットで盛り上げてください。そして動画勢の皆様もひかつくジャパン応援してるよって方はぜひこちらの動画に高評価よろしくお願いいたします。では行きましょう。ブラジル対日本始まっていきます。さあ行きましょう。ブラジル対日本、ちなみにですね、先発のフォーメーションはこんな形ですね。はい、基本的に形は変えずに、トップをですね、大迫さんから岡崎さん、右サイドハーフを原口さんから本田さんに変えてますので、はい、こちらでやっていきたいなと思います。ちゃんとなってるよね、大丈夫だよね、ワールドクラスになってるよね。オッケー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 、負けたくねえマジで。さあ試合やっていきましょう。FIFA ワールドカップロシア2018、来たねー。お、スタジアムは火山。え、火山って、え、大丈夫？暑さとか。すげえ心配ですけど。火山アリーナ、収容人数4万5000人、創立2013年のスタジアムで、ブラジル対日本、あの日見られなかった夢のマッチが、今、キックオフ。さあ、来たねー。ネイマール、coming up next。やべえ、暑いね。ネイマール来るね。てか、反り込みかっこよ。来ました。さあさあさあ、香川。もう香川対ネイマールとか、もう激アツすぎて、ただただワールドカップを観戦するサッカー少年になってますけど。さあ見ていきましょう。きたー。いやー、この辺りのかっこいい映像美も、もうこの試合が最後になるかもしれないって気持ちで挑んでるんで、もう逆に心整えてきてますよ。長谷部さんの本読んで、心整えて、この試合を迎えております。最後だと思って、90分間、最高に楽しんでいきましょう。そしてこれね、いや、もしブラジルに勝ったら、ウルグアイとアルゼンチンの勝者なんですよね。アルゼンチンなのかな？まあまあまあ、でもそんなことより、目の前のブラジルに集中していきましょう。うわ、かっこよ。もうなんか、スター集団って感じがえぐいね、ブラジルの。かっけえ。なんかもう、アベンジャーズだと思ってるから、僕、ブラジルって。そのくらい、まあ、選手もそうですけど、威圧感がありますよね。さあ来ました。かわいい。チアゴシューバーかわいいわ。なんかあのディズニーのアニメとかで、あの主人公に出てきそう。なんかチアゴシューバー。さあ、チアゴシューバーネイマール。うーわ、ネイマール。ほんとになんか人みたいだね。ちょっと触りたいもん。さあ来ました。ブラジルの応援団が非常に多いスタジアムとなっております。そして、日本代表です。来ました。岡崎さんと、そして本田さんスタメン。意外と本田さんスタメン初めてかもしれないですね。さあ、このプロフェッショナルがどんな活躍を見せてくれるのか、そこにも注目していきましょう。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。さあ、前回ね、大迫さん、ベルギー相手にベルギーのベンチを煽るっていうとんでもないパフォーマンスしてましたけど、そのぐらい強気に、今日のひかつくジャパン行ってほしいですね。さあ、握手が始まっております。あ、でもなんかいいね。ホンダがいるとこう、日本代表もすげえ、おお、風見の丁寧。風見のめちゃめちゃ丁寧だったね。肩に手添えたりとか。さあ、来ております。やっぱ香川だよね。みんなの注目は香川ですと。チッチ監督。チッチ監督はこっちを見ていた。さあ行きましょう。ネイマール。来てるね。来た。さあ日本のなんか広告が出てたね、今。そして、主審はウクライナのボンドルチュク。ボンドルチュク、主審となっております。さあ、ベルギーの時も見た。このキックオフ。岡崎の、その足から、この試合が始まります。対戦。
よろしくお願いします。落ち着いてるよ、逆に落ち着いてる。マジで変なミスで失点するのだけは許されない。いやでもさ、日本対ブラジルっていうとさ、一回ワールドカップで戦ってるよね。一回じゃないのかな、僕の記憶で言うと。あのね、玉田選手がゴール決めた時なんですけど、あの時もすごかったよな。いやいいね、はい、ナイス。サイドチェンジ効くな。待って、ワンチャンある。うわうわ、待って、いや、ま、いや、今ちょっとチャンスになりそうだった。もうちょっとのチャンスで興奮してるからね。オッケー。さあコーチーニョ、気をつけろ、このサイド怖いよ。コーチーニョ、コーチーニョとネイマールとジェズスだから、3トップが全員恐ろしすぎる。全員スピードあるし、気をつけていこう。オッケー、いい、早いな、パス回しが。パス回しがバルセロナ並み。はい、集中。ここ切ってれば OK。あ、全然いい、全然いい、それは。全然いい、全然いい。待って、それはダメ、待って、それはダメ、ジェンス、やめろ。あぶねえ、川島さん、もっと焦ってもらっていい。あぶな、今のガチでやばいぞ。さあ、ここ。どうしよう。これさ、精進出せるかな、精進出したいんだけど。あ、OK、OK。あぶねえ、こういうとこもね、一本怖いんだよね。すげえ震える、一本一本が。こっちでね、ワールドクラスね、そのさっき裏でちょっとだけやったって言ったじゃないですか。で、本当にパスカットがめちゃめちゃうまいの。ほら、こういうとこまで取ってくんのよ。これがね、プロだとなかった点。だからそれが本当に気をつけ、一個一個丁寧にあのプレイをしないといけないなって印象。より。OK。やばい。ちょっと待って、コーチーニョ。やばい。危ねえ、ナイス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 。いいよ。いやー、素晴らしいディフェンス。来たね、今の守備。完璧だ。さあ、逆線に振ろう。ワンタッチ、ナイスよ。柴崎さんから、ここワンタッチ。で、ここ出す。いや、いいね。来た！待って！ある！ホンダ！来るよ！来るよ！ここ！来い！うわーっと惜しい！やーべー！マジでいきなりチャンス来たけど！うわ、決めらんなかったかってか！シュートまでいけんかったな。もったいな。守れ。あとは守備。失点しないこと、失点しないこと。あのね、1点取るのも大苦戦だから、2点とか取られたらもう終わりです、正直。来た！え？待って、酒井さん最高か、見た今の、やばくない、ネイマールに干渉してるぞ。さあ犬、いいいいよ、いいパス、岡崎さんナイス反転。ここうわー、こういうところだよ。めっちゃカットしてくる。あれ、今までだと全然カットしてこなかったのに。うん、めっちゃ中国産のミッキー出ちゃった。はい、いいよ、ナイス。あー、やばいかも、これ、この突破まずいかも。ナイスナイスナイス。いやー、オッケー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 、いいよ、完全にブラジルは焦らせる守備ができてる。あーん、焦らせない攻撃もしちゃった。オッケー、ナイス。おっと、まずいぞ、まずいぞ。オッケーオッケー、いい詰め。コーチーニョ、大丈夫か、大丈夫か。オッケーオッケーオッケー、ネイマールやばい、危なー。もう同じジェズスと同じ悔しがり方、やーば。マジでちょっとでも開けるとシュートとんでもないの打ってくんね。いいよいいよ、はい、ナイス。お、いいパスワーク、めっちゃいいパスワーク。ここ、うわーっと惜しいな、今の悪くなかったけどね、今のパスワークよかったね。さあ、ネイマール、ネイマール取れる、ここ、読んでる読んでる、読んでたのに、読んでたのに取れない。さあ、ここ、ナイス。うわー、まずい、嘘嘘、逆サイ、ナイス、まずい、危ねえ、ナイスナイスクリア、ナイスクリア。オッケーオッケー、いいよ、もう一度、来てる来てる、前、ナイス。さあ、このカウンター決めたい。オッケー。さあ、ここ上がり見よう、上がり見て、こっちに一旦出して縦入れる。さあ、そしていい攻撃すぎる、ここ、ナイスよナイスよ。はい、こっち裏取れない、無理、ナイス。ホンダシュートミント、来い、うわー、惜しい、やばい、めっちゃいい攻撃、一連の攻撃最高だった。そしてナイスカット、来たよ、打て打て、くわ、無理か、スライディングダメか、うーわー、やべえ、めっちゃ一連の攻撃よかった。おっしゃー、セベー、これがキャプテンよ、これがキャプテン、日本を勝つためにずっとここまで引っ張ってきたキャプテン。さあ、この上がり、さあ、いいよ、取れる、勝てる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 、おっしー、ジェズス、ここまで守備してくる、本気だな、ブラジル。はい、ここ岡崎から、このため金めっちゃ重要なのよ。来た、待って、来た、うわ、うっそ、いやー、くっそ、今のやれんか、あの細かいとこめっちゃむずいな。いや、でもこのブラジルから1点取れたらくっそ気持ちいいぞ、発狂しちゃうかも、本当に、いつも発狂してるけど。ここ引いて、さあ、ホンダのサイドステップ見られないよ、こんな女のサイドステップ、フィアでしか。はい、このサイドステップ、ここ取る、いいよ、やばいやばい、これやばい、危ない、ナイス、庄司さんの危機管理能力やばすぎる、
天才的。いいよ、こっちのとこ切っていく。オッケーオッケーオッケー、いい守備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 いいよ、ナイス。しゃあ、待って、ゾーン入ってるぞ、これゾーン入ってる、来た、いいね。え終わり終わり、え、なに、ごめんごめんごめん、コーチーノごめん、なんで、今、まあでも、まあまあ怪我はね、良くないからね。さあさあ、え、タンカコーチーノ、嘘、おい、ごめん、でもね、スライディングとかで削ってはないから、泣いてる泣いてる、え、泣くな泣くな、画面暗くしますって言って、うーわー、長友さんの、でもナイフィジーよ、これはナイフィジー。すごい痛がり方がすごい不思議なんだけど、あ、交代、ウィリアン出てきた、嘘、まさかの、まさかのブラジル選手交代。さあ、コーチの怪我する、オッケー、あ、ナイスよ、え、優しくね、え、今の、まあとりあえずコーチの怪我したんだけど、今のブラジルの優しくね、そういうことか、ブラジルボールで始まったから返してくれたみたいな感じ。はい、ここ前出る、あるよ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 、ホンダ！ホンダー！マジか！決めらんないの？嘘！最高だったのに今！いや、ガチか！決めてくれよ、それは！僕のシュートのコースが悪かったかな？ビッグチャンスだったけどね。よし！さあ、前半終了です。めっちゃいい試合。お互いがチャンスを作る、めちゃめちゃいい試合です。スタッツどう、ほら見て、ほぼ互角、2対2、ブラジル対日本、ものすごくいい試合になっております。さあ、いけるのか、絶対に勝とう。後半、運命の後半戦が始まります。やべえ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 、お互いめっちゃチャンスは作ってるからね。さあ、でも本当に守備がものすごく冴えてるから、ここで行きたいんだよね。うまく切ってくよ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 、はい、ここよしよしよし、やばい、ちょっとこれやばい、これ大丈夫だね、オッケーオッケー、ナイス、いいよ。さあ、香川から乾さん、大丈夫大丈夫、ここは、いやー、めっちゃプレスくんな、はい、オッケー、いい返しいい返し、ほい、こっちで、これ前んです、乾から、さあ岡崎、この恨んでる恨んでる、ナイス、恨んでて、ここ打てる、うわー、どうし、いや、今のはいい、全然後悔のないクロス、きちゃーってなったけどね、今ね、決めたい、一本決めたい、一本決めて楽になりたい。香川、来た、待って、本田来る、ここ打とう、ここ、いやー惜しい、うわー待って、でもね、持ち帰るあれがなかった。いや、今のはオッケー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 、待って、流れが来てるぞ。さあ、2枚目の交代カードを使っていく。まあ、コーチへの負傷を喜ぶわけじゃないけど、あと1枚しか交代切れないからね、相手。はい、さあ、ここセットプレー来るか、さあ無理、来るか、さあ乾さんが打つ、ダメか、残り30分、先制取ろう先制取ろう先制取ろう、先制取られたとしてもやれる可能性あるんだから、やばい、ウィリアン、おい、なんだそのいやらしいな持ち方が、うまい、こっちけ、大丈夫、オッケー、シュート落とせないよ、シュート落とせない、スライディング、よーし、いい牽制いい牽制、オッケー、クロス上げさせてほしい、むしろクロス上げてほしい、なんだよ、うめえな、おいおい、いいブラジルタイムは、ブラジルタイムになってきてる、やばい、危ねえ、全守備全守備、オッケー、ファールは、ファールはない、ファールはない、オッケー、大丈夫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 、危ねえ、もうずっと俺のターンじゃん、ドローっつって、お、ロベルト・フィルミーノ来た、ジェルスとフィルミーノ交代、いや本気になってきてるぞブラジルが、ちょっとじゃあ変えよっか、でもさ、変える選手がいないんだよ、ちょっと待って、どうしよう、そしたら岡崎さんのところに大迫さん入れるわ、大迫さん入れて、うわー迷うな、これめっちゃ迷うな、やめな、これだけだ、一旦これでいこう。さあ大迫さん入ります、大迫さん頼むよ、ポストプレー期待だよ、絶対にいける、大迫2ゴールしてるから、ベルギー戦も、ここはクリアね、ここはクリアね、ここはクリアね、オッケー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 、めっちゃ来るな、めっちゃやばい、完全にブラジルの時間帯だ、ここもパウリーノ打ってっからね、やばい、どうしよう、大丈夫だよね、ここ出して、ここ出して大丈夫だよね、オッケーオッケー、いや、ここでカットされて失点とかしたらマジでさ、みんなもブーイングものでしょ、さすがに、オッケー、こっち、ここワンタッチ、いいワンタッチだね。さあ大迫さん、ここのキープ、もう一度来た、待って来る、ここ
もう一度来た、待って、来る、ここ本田来た、よーし来た、先生、日本先生、本田最高の崩しで1点取っていく、来た、さあ本田、これがプロフェッショナル、これがヒカツクジャパンだ、来たぞ来たぞ来たぞ、待って、最高の崩し、今のはやばい、天才的な動き、一番奥に合わせて本田が流し込んでいく、最高だ、待って、勝てるぞ日本、来た、ついに来た、ブラジルに日本が先制した、香川かっこいい、この飛びついてくる感じ、香川カメラ見すぎやろ今、いやー出たよ、本田がついに大会初ゴール、それがブラジルだと、おいこれ相手ワールドクラスだぞ、難易度上げて先制できたぞ、やばい嬉しすぎる、68分、勝てるぞ勝てるぞ日本、いけ守り続けろ、ここだ、ここが勝負の試合だ、絶対に勝てる、ナイス、集中しろ集中しろ、勝てる、ナイス、本田マジナイス、いいよ、はいこっち待って、取り囲したい、すげえ取り囲したい、けどダメ、取り囲はダメ、取り囲はダメだ、取り囲はダメだ、やめろ、やばいやばいやばい、いい組み分け防止は、はい集中、ここいいよ、さあネイマール、ネイマール今日あんまじゃない、いや待って、あんまじゃないとか煽るとすげえ来そう、やばい、ネイマールオッケー、ナイス、酒井さん見た今、ネイマール完封でしょ、もう酒井さんえぐいよ、いいよ、さあここスライディング無理か、落ち着いて落ち着いて、いいよ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 、気をつけて、はい、うわめっちゃ緊張する、いやパスえぐ、落ち着け、いいネイマール、うわーなんか今サントス時代のネイマール思い出した、今のなんか動き、落ち着け、マルセロ大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーナイスナイス、待って落ち着い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 て、待って、危ね危ね危なすぎる、危ね、オッケー、さあこれちょっとブラジルだいぶ前がかりになってない、これブラジルだいぶ前がかりになってない、来たよ、さあ来た、乾さんの突破、シュートメイント、うわー弾けないか、待ってだいぶ前がかりになってんな、これ奪った後いけるぞ、一旦リトリートに思いっきり引こう、おっつけ、フィルミーノここ取る、ナイス、おっつけ、ダメダメダメ、待ってやめてやめてやめて、あぶね、え嘘、なんで、おいマジかよ、嘘、吉田さん嘘だよな、残り10分なんだよ、おい夢だと言ってくれ、マジか、嘘、うーわーやばい、 PK だ、残り10分ではたいてしまった、待て守れ、こっちだこっちだこっち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 、あー逆取られた、くっそやばい、なんということだ、日本先制したにもかかわらず、うわーこれがワールドカップの魔物なのか、すごいことになっています、これが歴史を変える日本対ブラジルなのか、すごい試合です、これは皆様は奇跡を目撃してるかもしれない、では川島さんの動きやばすぎやろやべ変な動きしちゃったけど、うわーマジか、チッチ監督スーツでかすぎだろ、今初めて言ったけどずっと思ってたわ、さあ取られてしまいました、まさかのまさかの同点です、やばい死闘だな本当にこれ、でも僕取り直しとかしないんでやるしかないのよ、来た待って、うわー無理か、そこちょっと流れちゃうか、でもねブラジル本当に前がかりになってるからここチャンスあんのよね、マジでそこにチャンスある、サブイディアン、やばい、オフサイド、オフサイド、よし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 、オフサイド、え、ない、嘘、オフサイドないの、え、マジ、あ、オッケーオッケー、大丈夫、それは大丈夫、それは大丈夫、よし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 、あぶねー、ティアゴシューバどんだけ上がってきてんの、マジでマジで攻撃的じゃん、こことかも、なんか可能性こっからでも感じるのがブラジルだよね、さあカナリア軍団、やばい来るか、ナイス、長友さん神神です、長友さんえぐすぎる、よしよくやってる、はい、ここやばい待ってミスった、出しすぎた出しすぎた、うるさいなつまらないミスって一番分かってんだよこっちが、うん、こっちが一番分かってんだから、やばいここ切る、まずいねこれね、これまずいね、やばいやばい本当にやばい、これマジで負ける、ナイス、こっち思いっきり前、いいよ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 、ここあーうわー終わりかー、さあ激闘はまさかの1対1です、
いやでもね、日本全然可能性は感じてる。見てスタッツも全然やれてんのよ。やれてるから取りに行こう。さあここで交代しようか。いやでも交代できる選手があんまりいない。乾さんがかなり疲れてるんで、宇佐美さん投入、宇佐美さん投入して、とりあえずこれで行きましょう。まだ本田さんも疲れてるからどっかで交代したいけど、一旦これだ。一旦これで延長前半キックオフ決めるぞ。マジで決めよう。神試合だこれ、本当に神試合。今までで一番神展開でことは間違いない。難易度も上がってるしね。はい、いいよ香川、ナイス。ここここ、あー惜しいな。もうちょっと動きを見たかったね今のね。さあ取れるか、ナイス。長谷部さん、長谷部さんから来た。待って、本田が落ち着いて、ファールファールファール、うわ、これは悪質、これはレッド出るくない、嘘、危ない危ない危ない。今のは本田怪我すんだよマジで。さあ起こして、うおっとゲラは、よし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 、フェルナンジーニョもうもらえないね。さあ本田大丈夫か。ナイス、先制ゴール決めてっからね。これワンチャン直接もある、これワンチャン直接打つのどうやってやるんだろう。普通にこれで打てばいいのかな、違うよな、ちょっとわかんないけど、セットプレイやってみよう。さあどう、来い、いや無理か。あでもいい、よかったんじゃない、今のはできてた気がする。こっちに切り返す、ナイス、来た。待って、ここ本田、あっと惜しい、いやめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。香川の切り返し最高だったね。さあここセットプレー、いいね、こっち湯藤シュート、ダメか、やばい、えぐい。ちょっと待って、ロクソクの一撃、ここで完璧、最高。酒井さんマジで優秀すぎる。今の長谷部か、長谷部か今の。前から当たる、ここ取れるよ、取れる取れる取れる、よしいいよ。ネイマール押し込んでる押し込んでる、前から取れる、取ろう、来たか、本田行こう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 、前から前から、うわーダメか、きついか。さあいいよ、すげえいいプレッシャー、いいプレッシャー、ナイス、取った。大阪から来たぞ。さあ香川、あーっと惜しい、うわーマジでやばいこの試合。待って、負けたくないんだけど、本当に本当に負けたくない、やばい。ここミスったか、ナイス。いやだって長友引っかかってるって、引っかかってる引っかかってる、危ねえ危ねえ、長友が今完全に相手選手に引っかかってた。うーわー、これで延長前半終了、まさに死闘です。ただ延長前半は確実に日本がやってた、確実に日本の方が良かった。行こう、メンバーも変えずにこのまま行こう。さあ勝てるか、最後の15分、やばいね、勝って終わりたいね。 PK のぶっちゃけさ、あのさっきの川島さんの動きで分かったと思うけどさ、 PK ほぼやったことないから操作よく分かんねえんだよな。うん、だからやめてほしいんだよね。危ない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 危なすぎる、マジで危ねえ。待って、やめてやめてやめて、オッケーナイス、よしいいよ、オッケー。ここ前入る、こっちに展開、いや激アツすぎる、こっち、はい、ナイスよナイスよ、ここ入ってワンタッチ、こっち逆サイドフレ、うわー無理、オッケーオッケー。でもいい攻撃できてるよ、もう相手がクリアするしかできないぐらいいい攻撃ができてる。さあいいよナイス、はい本田、はい本田、本田、うわ惜しい、今の今のやばくね、取れる取れる取れる、取ろう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 、うわーマジか、やーべえ今の本田完璧だったけどね。うわあれ今のうめえな、ネイマールここ当たろう、ここ取れるよ、勝てる、よしよしよし、いい、うっ、嘘、危ねえ危なえ、待って、普通にゴールキーパー取れるかと思ったら全然危なかったじゃん、マジで危ねえ。どうしようこれ、これ読まれてるよね、読まれてるよね、前蹴るしかねえな、ちょっと待って、怖い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 、変なミスで失いたくないから前蹴るわ。うーわーここ無理だ、あと3分あと3分あと3分、知ってなきゃすんな、絶対絶対ダメ、知ってんわ、知ってんだわけはダメ、マジでマジでダメ、マジで本当にダメ、お願いブラジル、お願いブラジル、お願いお願いお願い、オッケーオッケーオッケー、ナイスホームラン、ナイスホームラン、うわやばい、待ってまだ、うわマジか、そこショートコーナー来る、ショートコーナー来る、ナイス、
ガチナイス。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、クリア、オッケー。さあクリア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 しよう。ここがクリア、オッケー。待って、まだあんのか、まだあったのか。でもいい、クリアでよかった、クリアでよかった、判断悪くない。パワープレイ、よし、終わりだ、終わりだ、延長だ、延長、もう PK だ、 PK で行こう。もうすべてを、すべてを出し尽くした。 OK だ、行こうよ、勝つしかねえよこれは。もう PK 戦行こうぜ。さあどうする。これがあれか、相手はファビーノから切ってくる。いやもうこのまま行こう、信じよう、最初のメンバーを。来ました、 PK 戦、まずは1本目。さあどっちに来るか、こっちだ、止めろ止めろ、よーっしゃー、来たー、川島マジナイス、マジナイス。R で位置や後ろの左右を調整して、助走時間やアングルを調整できます。はい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 。 L でシュートの狙いを定め、その後四角でパワーと高さを制御します。いや、こんな重要な一戦の前に何チュートリアル受けてんだよ。ガチで PK 戦やったことないってことが分かったでしょ。で助走中に L で狙います。 R2 か L2 で助走の速度。待って、わかんねえ、わかんねえ、よくわかんねえ、よくわかん、これか、めっちゃむずくね、めっちゃむずくね、めっちゃむずくね、これどう、こっち、オッケー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 、いってる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 。さあ完全に逆をついて、さあどっちだ、来い来るよ、おい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 、こっち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 、いやーくそ、ネイマール決めてくるか、やべえ、マジで緊張する。これ一本一本、これは相手のホンダ真ん中やろ、真ん中にぶち込め。よーし、よーし、予想以上にシュート弱すぎてビビったけど。さあパウリーノ、待って、すぐ打ってくるのやめてくんね、すぐ打ってくるじゃん。こっちこっち、よっしゃー、止めらったけど、触ったけど入る、やばい。でもこのままいけば勝てんだよ、大丈夫、もうちょっとシュート強めでもいいな。柴崎どっちに打つ、こっちだ、どう、オッケー、神コース、マジで神、アリソンに読まれても。さあ止めよう止めよう止めよう、フィルミーノ、こっち、あー完全に逆だ、やべえ。待って、今3本決めてんだよね、ここ決めよう、いくよ、大迫ね、どうする、右やろ、右やろ、ちょっと弱い、ちょっと弱い、ちょっと弱い、きたー、シャオレー、完全に完全に来た。さあここ止めれば勝ちだ、止めるぞ、マジで止めるぞ。チアゴシューバー、こっちだ、こっ、よーっしゃ、来たー、勝った、日本勝った、ブラジル相手に PK 戦での勝利、神すぎる、これガチで神でしょ。よし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 、待って、嬉しい、待って、こんな神試合ができるとは。それに僕今ちょっと本当に涙しそう。勝ったよ、勝ったよ日本、やばすぎる。最後うまく川島が足を残して止めていく。さあブラジルに勝利、きた、かわいい、川島なんか転んだみたいになってるけど、これはもう最高の笑顔やろ。なんやねんその格好、うーん、なんだそれ。ただ勝った、この企画楽しすぎる。もうこのまますぐ次の試合行きたいけど、いやでもダメだ、まあみんなのコメントとかも見てまた次の試合やっていきたいなと思います。さあじゃあ行きましょうか。でも見てこれ、ほらシュートブラジルの方が打ってるし、試合率もブラジルの方が高いと。ただそれでも勝っていく、本当にリアルの日本対ブラジルで勝ち筋を見出したみたいな試合になりましたね。オッケー、さあどうですか、ここどっちが来る、ウルグアイ、アルゼンチン、うわアルゼンチンだ、アルゼンチンが来る。さあそして青き侍の挑戦と同じアルゼンチン、そしてドイツが上がってくる、こっちはフランスだ、やばい、ベスト4はなんと日本、アルゼンチン、ドイツ、フランス。うわ待って、負けたドイツに再戦もあるし、ワールドカップで優勝したフランスが来ることもあるし、そしてアルゼンチンだ、そして次は難易度レジェンドか。うわレジェンドとか言わなければよかった、普通にワールドクラスでやればよかったって思うけど、まあでもね、勝ち進むにつれて難易度が高くなるのは自然な流れではあると思いますので、やっていきたいなと思います。さあ来たね、ホンダがマンオブザマッチですよ、こんな感動することあります。待って、
いい感じにいってないよね。まあホンダそんな決めてないからね。やっぱまだねスペイン敗退しちゃったけど、イスコが1位ですね。得点王アシスト香川4か。え待って、コーチエロと並んだじゃん。ってことはアシスト王の可能性は十分あるね。はい、うわー来てるな。レッドカードはどうですか。レッドカードは変わらずと。オッケーということで、皆さんちょっとマジで喉ぶっ壊れかけたんですけど、なんとブラジルにPK 戦で勝つことできました。これはもう納得の勝利でいいんじゃないでしょうか。そして次はアルゼンチンとの準決勝、難易度もレジェンドになり、てかさ3位決定戦あるからさ、これでもうさ最終日まで進むこと確定したね。オッケーよかった。青き侍よりはいい結果が残せて、ついに最終回、いやあと2回は続くことが確定したんですけど、皆さん応援ありがとうございました。プレミア公開もみんなありがとうね。コメント高評価いつもありがとうございます。それでは次のアルゼンチン戦でお会いしましょう。勝つぞ、ヒカツクジャパン。